どうも岩井です、ちょっとねさっきまでマグナいじっとったんで T シャツ汚くて申し訳ないんですけども、今回はですねビッグマフでございます。ビッグマフ前回ですねコンデンサーを全部交換して音がどう変わっていくかっていうすっごい地味な改造の動画を上げたんですけども、今回はもうちょっと派手な改造になります。僕が思うにですねビッグマフ一つだけ欠点がありまして、トーンなんですよね。トーン上げていくとハイがもちろん上がっていくんですけど、ハイ上がってローが削れちゃうんですよね。だから俺はハイもローも両方出したいんじゃいっていう時にちょっと不便だったりするんですよ、このトーンがね。でもなんかほんまに正規品でもこういう、僕は昔使ってたトーンウィッカーっていう機種なんですけども、これなんかはねトーンのオンオフスイッチがついてまして、トーンオフするともうハイもローも全開みたいな、で音量も上がってすっげー迫力のいいキレのいい音が出るんですけど、このねオンオフ、トーンのオンオフをこいつにつけるだけではまあ面白くないので、今回はですねベースとハイ両方コントロールできる2バンドイコライザーに改造していきたいと思います。じゃあやっていきます。はい、ではその改造に必要なパーツを紹介していきます。まあ、基本的にはこれだけです。100キロオーム B カーブのポットが2つ、まあどっちかがハイでどっちかがローになるんですけども、まあ、あとですねお好みですけど、今回ノブが3つから4つになりますので、つまみもね新しく買い揃えました。真ん中トーンのイコライザーがねちっちゃいのにしたら可愛いかなみたいな、そんな感じです。あとどうせ分解するんでついでに改造しようと思ってたのがこれですね、DC ジャックなんですけど、ビッグマフってこの DC のジャックがこういうピンになってまして、 AC アダプター使うときはこういうね変換ケーブルがわざわざ必要になってめんどくさいので、もうこれに交換したろうってとこですね。あともう一つは完全に見た目ですけど、まあ、LED をね交換しようかなと、そんな感じです。じゃあ作業していきます。はい、じゃあ分解していきます。このビッグマフは累計何回分解されることになるんでしょうね。はいと、まあコンデンサーが交換されたビッグマフが現れたわけですけど、まずねこのトーンポットをね外していきます。これはまあコンデンサー外した時と同じようにこのハンダ吸い取り線で外していく感じですね。じゃあ外します。はい、取れました。ではですね新しく取り付けるこのポットから配線していくんですけども、まずこの2つのこう真ん中のピン2番ピン同士をつなぎます。まあ、こんな感じですね。では次はですねこのもともとトーンがついていた3つの穴があるんですけども、その真ん中の穴、真ん中の穴からこのつないだどっちかの真ん中につないでいきます。こういう状態になりましたね。で次はですね、まあ、どっちかをハイどっちかがローになるわけですけども、3番ピンですね、ひっくり返して端子を、上にした時に 1,2,3 番ピンって数えるんですけども、この左の穴からローの3番ピン、右の穴からハイの3番ピンっていう風に繋いでいきます。はいと、まあこんな感じでつきましたね。はい、詳しく見るとこんな感じでございます。2番ピン同士がつながっていて、でもともと2番ピンがついていたところにつながっていて、
で、左側ですね、左側からローの3番ピンで、右側からハイの3番ピン、こういう配線でございます。これだけでね、2バンド EQ 化できてると思うので、ちょっとね動作チェックしていきます。はい、ちょっと試しに鳴らしてみました。2バンドイコライザーとしては普通にちゃんとねローとハイとコントロールできたんですけども、ちょっとね扱いやすくないというか、なんかちょっと変な感じしたんで、おそらくねこれ100キロオーム2つ使ってるんですけども、抵抗値の高いものに変えた方がいいかなって感じだったんで、ちょっとね手元にあったのが500キロしかねちょっと揃ってなかったので、500キロ B にちょっと交換して様子見てみたいと思います。はい、ちょっと古くて汚いポットですけども、500キロオームに変えてみました。これでちょっと反応見てみます。ほい、500キロオームに変えて試走してみましたが、結構いい感じでした。思い通りに近いですね。まあ、間取って250とかでもいい感じかもしんないですけど、まあとりあえず100はやめといた方がいいですね。まあ普通に考えて100オームを2つに、元々のやつがね100オームなんで、それを2つに分けてるので、まあ200にするのが多分一番自然ではあると思うんですけども、まあでも500で全然いい感じでした。まあおすすめは250か500どっちかって感じですね。まあ、どう変わるかっていうと、この値が抵抗値が上がっていく方が、調整できる周波数がピンポイントになるっていう感じですね。100のまんまだと結構ね大まかにざっくりボワーンと上がったりボワーンと下がったりって感じだったんですけど、500に上げたらここ上げたいここ下げたいみたいなことができるようになったので、まあ250から500ぐらいがいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、続きの改造していきます。ここから先はついでなんですけども、まず DC ジャックですね。 DC ジャック交換して LED 交換して、で最後に筐体加工ですね、やっていきます。はい、DC ジャックつきましたけども、 LED も交換しようと思ったんですけどね、 LED は、筐体に取り付けてから配線しないといけないので、筐体加工に入っていきます。はい、筐体の加工に入っていくんですけども、LED と DC ジャックの穴はそのまま広げればいいだけなんで、まあ、リーマーでグリグリってやるとして、ここにはねノブ2つ追加するんで、新しい穴を2つ開ける必要があります。なので1出ししていきましょう。ほんならリーマーで広げていきます。リーマーで穴広げる作業めっちゃ嫌いなんですよね、自分。わかりません、みんな。手痛なるしね。今気づいたんですけどね、リーマーってこれめっちゃ右利き用っすね。こう右手やと親指で力入れてこうやって回せるけど、左利きやと明らかに手首に負担でかいですもんね。あ、リーマって右利き用やっていう左利きの日々の気づきです。そらリーマー作業嫌いになるわな。よし、他の穴も広げます。あーやだな。それでは穴広げたり開けたり終わったので、組み込んでいきます。まずは LED かな。
ということで、あの後いろいろちょっと検証しながらサウンドチェックしてましてですね、最終的に、ベース側、ロー側が500kΩ、ハイ側、トレブル側が 250kΩ のポットに交換しました。これで結構理想に近い形になりましたね、個人的にはですけど。それではちょっとサウンドチェックしていきましょう。サステインマックスの、まあ、トーンとりあえず両方真ん中で弾いてみましょう。まずはクリーンからです。オンにします。トーン、はい、ちょっと上げてみましょう。結構高音のブチブチしたところが目立ってきたって感じですね。ローを足してみましょう。そのブチブチした感じがちょっと下の方にも寄ってきたって感じですね。ローをちょっとマックスにしてみます。だいぶ下の方までブチブチ言うようになって、かなりダーティーな感じになりましたね。じゃあ両方フルテンいってみましょう。かなり広いレンジで歪んでるって感じですね。最後に全部絞ったらどうなるのかちょっとやってみましょう。これ下げると歪みのキメが細かくなるっていう印象ですかね。歪み、ビッグマフって増幅回路が4段階になってるんですけども、トーンが3段階目と4段階目の間に入ってるので、結構ねこれで出力を上げてやることによって歪みの質を変えたりすることもできるので、割とねアンプに近いようなイコライザーになったんじゃないかなと、そんな印象ですね。結構使いやすいですね。はい、ということで2バンドイコライザー化したビッグマフのサウンドを聞いていただきました。だいぶ使いやすくなったというか、サウンドの幅が広がった感じがします。もう完全に元のトーンの上位互換っていう感じですね。前回のコンデンサ交換でトーンのコンデンサが結構サウンドの決め手になってるよって話をしたんですけども、そのコンデンサの組み合わせとこの低高値の組み合わせで結構ね、いろんな音にできると思います、ビッグマフ。このねポットを追加するだけなんで、改造資金もすごくコスト低いですし、これはめちゃくちゃおすすめな改造です。皆さんもぜひやってみてください。それでは今日はありがとうございました。